西オーストラリアの新聞の一面に掲載された核実験の記事ハリケーン作戦で発生したキノコ雲爆発から30分後のキノコ雲実験に使用されたフリーゲート艦プリムハリケーン作戦は1952年10月3日に行われたイギリス最初の核実験である。プルトニウム爆縮型の核爆発装置を西オーストラリアの沖のサンゴ礁であるモンテベロ諸島において爆発させた。この核兵器はほとんど長崎に落とされた核爆弾ファットマンのコピーであったが、プルトニウムの中心核の周囲に空気層を置くように設計が修正されていた。これは爆弾の威力を増大させる効果があるが、実際には安全対策として実施された。タンパーと中心核の間に空気層がないと不慮の臨界事故が起こるという懸念があったためである。核物質としては、カンブリア州のウィンズケールで生産されたプルトニウムを主に使用していたが、生産を急いだため放射の時間を短縮せざるを得ず、わずかのプルトニウム240を含んでいた。しかし、ウィンズケールは中心核と装置を製造する最終期限である1952年8月1日に間に合わせることができず、カナダから供給されたプルトニウムを若干使用した。この時代のイギリスは核爆弾が船により密輸されて、港湾で爆発させられるケースを脅威と捉えていた。そのような事態を想定して、核実験装置は艦の中に設置されたまま爆発させることとなった。ハリケーンはトリムイユ島の沖合350メートル、水深12メートルの地点に漂白した軍艦 HMS プリムの艦隊の中で爆発した。爆発は水深下 2.7 メートルで起こり、海底に深さ6メートル。差し渡し300メートルの受け皿型のクレーターを残した。プリムのほとんどは爆発により一瞬で蒸発し、わずかな高温の破片がトリムイユ島に降り注いで植物を発火させた。発生したハラシウンは逆転層が原因で大きく折れ曲がり、4572メートルまでしか上昇しなかった。ありがとうございます。